1レース1度戦1着になりました。神奈川の川越選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は第3戦の戦いでしたけども、作戦はどういう作戦でしょうか。まあ外枠だったんで前か後ろになると思ってたんで、まあ、基本後ろからの組み立てを想定しました。はい。中段に入られて、あの中段からまくられましたけども、あれっていうのはご自身のタイミングです。それでも合わされてっていうのは、合わされてっていうのは後ろのタイミングってことです。はいはい、そこは全く見てなく、自分が詰まったタイミングで行けば、まあ自分のレースができるかなと思ってたので、後ろのことはちょっと気にしてませんでした。気にする余裕がなかったのかな。分かんないですけど。はい。まあ、近況は怪我明けからまあ、バックを取るレース多くなってくるので、その辺はやっぱり意識されて取り組まれているところになりますか。いや、まあ怪我すごい続いて、アッセン停止の期間があったんで、ごまかして走る、ずっとごまかして走ってたんですけど、しっかり休んで練習する時間があったので、その中でこうやっぱ脚力がついてきた中で、展開に応じて、展開とか戦法の幅が広がったのかなっていうのは自分の中であります。見せまくって押し切った形になりますけども、ご自身の状態っていうのはどうでしょうか。そうですね、まあ落車明けですけど、龍さんから押し切れてるし状態はいいと思います。まあ、前走小田原記念で、まあ、神奈川勢が最近盛り上がりがでもあると思いますけども、まあ、そこについていきたいっていう感じですかね。そうですね、ついていきたいっていうか、もうすごい練習から引っ張ってもらってるんで、まあそこのステージに一緒に立たないと申し訳ないし、自分もダサいなと思ってるんで、はい、まずその気持ちが最近は一番強いですね。今日はオープニングレースで朝早かったですけども、そのあたりというのは気になりましたか。いや、まあ最近ずっと朝練なんで、あんま気にならなかったですね。で、明日は二次予選で少し時間があるので、ちょっとゆっくりしながらっていう。そうですね、休養して、はい、ゆっくりします。わかりました。はい、では、二次予選必ず向けて意気込みを最後にお願いします。はい、明日も頑張ります。応援してください。